皆さん大変悪天候のところお出かけいただきましてありがとうございます。司会の野中さんからかなり詳しくすでに、今日の模様をお話しいただいておりますので、重複することは省略いたしますが、この今年の猿年という干支をその他でご案内します。大変その大変革と大動乱の年なんだそうですね。ぜひ皆さん自分の生活を守るということで、意識してですね、気を引き締めて家庭第一をお守りいただきたいというお願いをしたいと思います。今もお話にもありましたように、 IS のテロ騒ぎ、経済界では世界的な株の乱高迷、これはとどまるところを知らないということが言えると思います。最近私非常に関心持っていることは経済的な格差なんですけどね、これについてはOECD 諸国の中で日本の相対的貧困率というのが顔に盛り上がっちゃって6位なんですね。OECD でも34位なんですが、ただそこで女性のですね、単身女性の貧困率は3分の1が貧困である、これがナンバーワン。それからもう一つ、子どもの貧困率は 16.3% で、これは認めるところでワースト1位なんですね。国家予算の教育費が世界の OECD で最下位であることをご存知でしょうか。国家予算の教育費ですよ。そういう国に我々は生活しているわけであります。世界的な動乱もありますけれども、世界の富豪たちはどん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 資産を増やしておりまして、驚く中で、ある比較的正確なデータを出すところの調査によりますと、世界の上位富豪62人がですよ、62人の資産と、下位36億人、6億人、世界は73億人の人口ですが、半分と62人の資産がほぼ一致するということなんです。その金額は210兆円です、日本円で。で、これだけもう資本主義の究極的な、末路と言いますかね、私は資本主義肯定論者なんですが、大変びっくりする数字があります。さて、一方、日本の現状を見ますと、完全に日本もモラルハザードと言いますかね、起こしているのではないかと思います。大企業の相次ぐ不祥事、特に我々の生活を脅かす食い打ちの不正、いわゆる固有名詞は下げますが、それから2番目は排気ガスがですね、かつ、いわゆる会社さんから廃棄を依頼された、ところが横流しをした。実は今始まったことじゃないんだそうです。私は2回の食事を1回にしてても絶対安いものを食べない趣味なもんですから、今のところ食べてないと思うんですが、これも海外で作られたものが入ってきて何十万個を捨てるっていうわけですよね。それが当たり前になっている国、これはちょっと信じられない国になってますよ。とにかく650万トンの食品になったものを廃棄している国ですよ。それから食料品1500万トンですよ。日本の米は740万トンしか今作ってません。で、大体88万トンが海外から輸入してるわけですね。GDP になるともっと増えると思います。そういうことでですね、1250万トンできる米を740万トンぐらいにとどめてても、廃棄する食品対象が1500万トンっていう凄まじいばかりの国になってくる。これ我々、よほど注意しないと気がつかないわけなんですね。それで、さらに、駆けつけっていうんですかな、いわゆるいろいろワクチンや何か作ってる、結晶ワクチンや何か作ってるところですが、これの不正が十数年間やってたって、これは
役所何やってるんですかなんですね、厚生省はじめ、ということを感じます。しかも最近警察官の犯罪が大変増えてる、凶悪犯がですよ、増えておるんですが、統計によるとですね、日本の検挙率は昔から日本の警官は警察は優秀であるということで、非常に褒める方が多いんですけど、どっこいどっこい、おいしいで、最近の最下位の凶悪犯の検挙率、最下位です、間違いないです。どのぐらいだと思います、凶悪犯の検挙率。30% 台です。ということは、60数%は罪にも何もなってないということなんですね。で、この間わざとらしく、285万の刑法犯が122万ぐらい減ったということなんです。あれは統計の取り方でいくらでも作為的にできるわけですね。そういうことで一番信頼した警察がそういう状況であります。私はいつも思うんですが、この国は無責任国家であると、日本は大変無責任な国になってしまったなと、以前はそうじゃないわけですね。とにかくトップ、いわゆる責任者が責任を取らない、自分の責任を取らない、まあ、昨日あたり甘利さんが責任取ったっていうことなんで、ちょっと待ってると、あそこ行く過程がおかしいんであってですね、あれでかっこよく退場したつもりって終わっては、大変我々は肩からいたしてあってですね、例えば一つ一番目にですね、無責任国家の象徴、これは今マイナンバー制度今年から実施ということをやっておりますが、皆さん住基ネットほとんど忘れてるんですね。住基ネットってあったんですよ。1兆円以上金かけてたんですが、これ何もやってないんです、機能してない、これ誰が責任取ったんですかと、誰も責任取ってません。今度のマイナンバー制度でうまくいくはずがないんです。日本の国というのは国民把握できてないんです、世界で一番税金というものを払わない国民の比率が多いのも日本、これはアフリカはそうだとかって言ったらもうダメですよ、これはあくまで OECD を中心して話してますが、凄まじい国になりました。さあ2番目、アベノミクスのリーダーであり、一時ヒーローになった浜田さん、私より知り合いの友人なんですが、ね、浜田さんが反対のことを言い出したんですよ、最近ね。で、日銀がマイナス金利、昨日発表しましたね。どうなってんですかということです。3番目、なんといっても何よりも心配なのは今日の話題になります東電のですね、原子力発電、原子力発電事故ですね。政府官僚企業学者たちの大半の責任が対応ぶり、隠蔽はもう無理なんです、本当のことを国民に知らせなさいと言いたい。私の今日お見えになっているこの前講師をやっていただいた村先生はじめ、私の数少ない海外の友人が、日本人って何にも自分の国のこと知らないんだなということで言ってきています。本当に官製報道に成り下がった日本のマスコミです。せめて、その見込みで、国民に示しを知らせるべきかと思います。その非常に政府から頼りにされ、議員から頼りにされ、民主党政権の菅内閣時代から頼りにされている江口先生、チェルノブイリで大変功績のある方でございますが、一番その江口先生がおそらくそれについて精通しているのではないか、最近は自民党の谷垣幹事長ともにも進言をされておりまして、大変菅直人以外の人は、菅直人はうろぼれが強いからお会いになってなかったと思うんですが、だいぶ政府要人当時もですね、そして民主党政権、自民党政権を含めていろいろ進言されている方でございます。真実の話を聞きたいと思っております。最後にちょっと付け加えます。オラズサさんの本、つまり大隈重信とオラズサさんの
出版がですねの本が帯なた文学部教授の、この方がですね2月末から3月の初めに間違いなく刊行できるということで、安楽さんと野中さんと私で25日の日に帯なた教授で打ち合わせしまして大変喜んでいただいている今日も来たいと言ってたんですが、ちょっと採点が間に合わないということで、欠席になりましたけれども、4月か5月にですね学生を交えてですね早稲田大学ってどういう経緯でできて誰の功績があってどういう結論した人物が出てるかってことを学生に徹底して仕込まないと私の近所の早稲田の政経の教授に言わく半分ぐらい知ってますかと小野松さんとか大隈氏もいや30%ぐらいです学生はほとんど知られてないということで、なんとか早稲田の出身者がそれでいいとは思いませんが最近経済界も政界においてもあまり目立つ存在が出てこないということで、この辺ですかしかつをかつての功績のあった人をもう一度見直してと考えておりますのでその際には皆さんのご協力をぜひよろしくお願いいたします。与一先生では、よろしくお願いします。